んにちは、スンダモンなのだ。今日はお父さんのお誕生日なのだ。大好きなお父さんのためにお料理を作るのだ。まず材料を用意するのだ。次にめんつゆを一気飲みするのだ。お尻から出すのだ。画鋲を振りかけて完成なのだ。やったのだ。完璧な肉じゃがなのだ。残りの材料は全部捨てるのだ。ただいま。お父さんが帰ってきたのだ。お父さん、お父さん、今日ね、僕ね、お誕生日のお父さんのためにお料理を作ったのだ。本当か、ズンダモン、めちゃくちゃ嬉しいよ。一生懸命作ったのだ。いっぱい食べてほしいのだ。うお、なんだこのうんこにしか見えないものは。ズンダモン、ちなみに何を作ってくれたのかな。見ればわかるのだ。肉じゃがなのだ。肉じゃがだと、どこをどう見ればこれが肉じゃがに見えるんだ。くんかくんか、うぼう、ゲホゲホ、クソくさいな。どう考えてもこれはうんこだろう。子供が作ったものだからとか、料理が下手とか、そういうレベルじゃない。一体何をどんな風に調理したらこんなうんこみたいな料理ができるんだ。お父さん、食べないのだ。もしかして僕のお料理まずそうなのだ。いやそんなことないさ。とっても美味しそうだよ。ははは。正直死ぬほどまずそうだが、可愛い娘にそんなこと口が裂けても言えん。じゃあなんで食べてくれないのだ。一生懸命作ったのに。そうだ、これは娘が俺のために心を込めて作ってくれた料理だ。今ここで俺がこんなうんこみたいなものが食えるかと突っぱねてみろ、娘の心に永遠に消えない傷をつけてしまうだろう。そして誰かに喜んでほしい、そのために努力すると言う。人生において大切な価値にマイナスのイメージを植え付けることになってしまうだろう。確かに努力をしたからといっていつも成功するとは限らない。良かれと思ってしたことが不幸を招くこともある。そういった厳しさについてもズンダモンには学んでほしい。しかしそれはもっと大きくなってからでいいんじゃないか。この子はまだ5歳だ。今はまだ素直な愛情や努力を全面的に認めてあげるべき年頃だろう。そうやってこの子は人を愛し努力をする尊さを学んでいくはずだ。それができるのは養父である俺しかいない。実の両親に捨てられたこの子には俺しかいないんだ。俺には責任がある。半端な気持ちで引き取ったわけじゃない。覚悟を決めて父親になったんだよ。よし、いっぱい食べるぞ。いただきます。もぐもぐもぐ。おおお、どうしたのだお父さん。もしかしてまずかったのだ。まずいはずないだろう。はっはっは。おいしくておいしくて感動しているんだよ。うおお、一気に食べちゃうぞ。父親をなめるなよ。子供のためなら何だってできるんだ。ごちそうさま。わーい、わーい、全部食べてくれたのだ。お父さん大好きなのだ。お誕生日おめでとうなのだ。ふっふっふ、ありがとうズンダモン。ズンダモンの笑顔を見れてお父さんも幸せだよ。ズンダモン、覚えていてくれ。人を愛することは世界で一番素敵なことなんだ。そして愛する人に喜んでもらうこと、これが一番幸せなことなんだ。いつまでも忘れないで。お父さん、お父さん、目を開けてほしいのだ。お父さん、5歳で人を殺した人間の将来がどんなものか、あなたは想像できますか？
僕は心に永遠に消えない傷を負い、今も暗闇の中にいるのだ。全部あのクソ親父のせいなのだ。